アンソニー・パーキンスは、アメリカ合衆国ニューヨーク出身の俳優。父親が舞台俳優だったが、アンソニーが5歳の時に亡くなっている。若い頃から俳優を志し、舞台に出演。映画デビューは1953年の女優。しばらく目が出なかったが、コロンビア大学卒業後の1956年、ウィリアム・ワイラー監督のカンヌ国際映画祭パルム、ドール受賞作品。 友情ある説得でアカデミー助演団優勝にノミネートされた。その後、1957年のロンリーマン、続く1958年の胸に輝く星、海の壁、1959年、渚にてなどに出演、1960年代を代表する青春スターとして人気を博した。1959年の緑の館では、 オードリー・ヘプバーンと共演、自ら歌う場面もあり、美声を披露。1960年ののっぽ物語では、ジェーンホンだと共演している。歌手としては、月影の渚というシングルを発表しており、トニー・パーキンスの名義でアルバムも残している。1960年に、アルフレッド・ヒッチコック監督の最古に、主演のノーマン・ベーツ役で出演し強烈な印象を残した。 翌1961年のイングリッド・バーグマン、イブ・モンタン共演の映画、さよならを、もう一度で、第14回カンヌ国際映画祭男優勝を受賞した。その後1960年代後半から1970年代にかけては、ハリウッドの体質を嫌い、フランス語が堪能なことからパリに在住しフランスなどのヨーロッパ映画に流れ、フィルムノワールを中心に主演。 その間、日本では、フランツカフカ原作の1962年、審判、ソフィア・ローレン共演作で1964年の、真夜中エゴマイル、ルネ・クレマン監督の1966年、パリは燃えているか、1968年、かわいい独創、1971年、扉の影に誰かいるなどが、劇場公開され、その若々しさから30代後半でも、 学生役を演じることが多かった。1974年、アガサ・クリスティ原作のオリエント急行殺人事件で久々の大作映画に復活。映画監督時代1970年代には CM、舞台出演や脚本の執筆。1980年代は監督として新境地を開いた。だが、同性愛説や 大魔不法所持などのスキャンダルでキャリアを妨げ、晩年も暗いニュースにつきまとわれる。主演作も1980年代に復活した、かつての出世作、最古シリーズの続編や、これをなぞるようなホラー、サスペンス映画が大半であり、個性を生かしきれなかった。それでも1987年のテレビドラマ、英雄物語、ナポレオンとジョセフィーヌでは、タレーラン外相役で、 高い評価を得ていた。遺作に1992年西ドイツ合作の我が目の悪魔、テレビ映画、殺人愛好賞の男がある。1992年にエイズによる合併症のため死去した。多くの映画監督やメディアはパーキンスの死去を悼んだ。中でも次回作で起用を決めていた監督の一人、ダリオ・アルジェントは1993年公開のトラウマ。 先決の叫びにおける、ジャドイシ役をパーキンスに想定していたと言われる。だが、実現しなかったため、フレデリック・フォレストが変わって演じた。現在でも、ユニバーサル・スタジオ・フロリダのアトラクションの中で、ヒッチコック映画の世界を紹介、体感するコーナーがあり、メモリアル映像も兼ねて生前のパーキンスのオリジナルのアトラクション紹介映像を鑑賞することができる。 コロンビア大学在学中はヒッチハイクを交えながら自転車でニューヨークから西海岸まで走破することに成功したチャレンジ精神の持ち主である。1978年に著名なファッションデザイナーのエルザ・スキャパレッリの孫であり、ファッションモデル、女優のマリサ・ベレンスンの妹で、女優、写真家であるベリー・ベレンスンと結婚し、二人の男児を設けた。 彼女は2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件で、世界貿易センタービルに最初に突入した飛行機に乗り合わせていて死亡した。長男のオーズは俳優、次男のエルビスはシンガーソングライターとして、それぞれ活動している。ありがとうございます。